よっしゃ、なんか出たよ。はい、ヒット。よいしょ、ヒット。よいしょ、なんか食ったぞ。ドドッコトントイ。はい、島根の進歩です。ね、今日はですね、沼津は、西浦、西風がちょっと強いので地元の利を生かしてちょっと風浦を選んで、ちょっと小場所ですけどね、ちっちゃい漁港に来ております。ライトタックルゲームでガモク釣り楽しめればななんて思うところですけど、今回ね使うのはねエクスチューンモバイルですね、タックロッドです。で、これが先がですねソリッドティップになってます。S の76ですね、ULS になります。で、モバイルロットなので、ソリッド部分がね、他のソアレシリーズよりも長くなってます。なのでね、ティップがこういうね他の76シリーズよりもね入ります。このね特性を生かしたちょっとねヘチの釣りですね。今日はねちょっとねライト周りですとかね月夜で明るいんで、このオープンウォーター、明るいところにはねやっぱね魚少ないと思います。あとはね口をなかなか使わなかったりすると思いますんで、これを生かしたちょっとヘチの釣り、風も強いんでね、ちょっとヘチに落とし込むような釣りを展開していきたいと思います。はい、あとラインはね新しいピットブル4プラスの今回ね 0.155 から 0.25、0.35 といったね細いところが出ました。その 0.25 を使って、ちょっと繊細にね際を狙っていきたいと思います。じゃあまずカープフォールでちょっと遊んでいきたいと思います。もうねだいぶ日が落ちてから経ってるので魚もね浮いてくると思うんで、ね、反応が出てくると思います。さあどうだ。細いラインなんでね、キャストしてもあまり風の抵抗を受けませんが、もう本当に際を狙っていきたいと思います。ちょこちょこ何か魚浮いてきたのが見えてきましたね。さあどうかな。よいしょ、ティップがねこう柔らかいんで、今 1.6g の TG ファインヘッドにモモアジつけたリグでやってますが、その重さがじんわりと乗ってくる感じですね。で今ね満潮です。で今はいろいろあってこういう暗がりを狙うコツなんですけど、こう潮が高い時がいいって限りません。潮がこう低くなってくるとこう影が逆に伸びてきますんで魚が入ってくるところもあります。なんでちょっとそのね潮の高さとそのできる影の大きさなんかもね、自分のよく行くポイントだったらちょっと掴んどくと地合い読みがうまくできるかもしれないです。見てください、月が出てきました。強敵です、あの月は強敵です。水が澄んでるんでね、どうしても月明かりが出るとねベイトも浮かないし、そういうね小魚も動きが悪くなります。もちろん釣れないってわけじゃないんで、今日はねちょっとその月夜のね攻略法の一端際ですねの縦の動きをちょっとイメージした釣りを展開していきたいと思います。逆にね狙いどころが絞れるっていうのもありますよね。そういう影とか際を狙えばいいっていう、絞り込めるっていうところもあります。まだちょっと触ってきませんね。よし、今度ちょっと内側の際やってみましょうか。よし、ほい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 、なるべく影を落とさないよっ。じゃロープの隙間とか狙うときは注意してくださいね。もちろんこう沖から手前にかけてカーブフォールで狙うって手もあります。本当にもうテンション、たまにこう見せてあげるのアクション入れてもいいですけど、あとはもう本当に真下に来るまで待ちます。イワシっぽいベイトフィッシュが表層泳いでますね。さあ何かしら来るか。本当際で狙うの、
意外と大物が潜んだりして、まだちょっとあれですね、元気なお魚さんいないですね。よいしょ、はい、よっ、はい、沈めていきます。細いラインなんでね、水切れがいいんで、もう 1.6 グラムだとかなりこうティップにこうクッと重さが綺麗に入ってくるんですね。覗いちゃいますね。よっ、はい、少し最初にフォールさせてからのカーブフォール。よっしゃ、なんか出たよ。なんだ、はーい、拾ったよ。繊細な当たりが出ました。アサゴくんです。渋い渋いという中出ました。竿先にツンとこう乗るような当たりでしたけどね。いや、結構ね、このポイントもね、人気ポイントでね、こうあの人が多いんですけど、こうやってこうしっかり狙いどころ、自分の中で理由付けて、それがアジャストすれば、こうやってね、魚答えてくれます。はい、どうもありがとうね。寒い中お疲れさん。はい、一目散に逃げていきました。一安心。やっぱ当たりはね、多い釣りになります。乗る乗らないは別としてね、引き続きじゃあちょっと楽しんでいきましょうかね。はい、最初にちょっとラインを多めに出しときつつのカーブフォー。また何か当たったぞ。乗り切らないってことはあれだな。お、なんか水中でベイトが動いてるぞ。よっ、おーどう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 、コーンだって。楽しいぞ。コーンだって。ちょっとやっぱ魚の表層より若干深めみたいですね。なんでこう最初にこう風が強くて、こう投げたりこう際に投げたりするのが苦手な方は最初に落とします、こうやって。ただね、最初にね、こうちょっとラインをある程度沈めたい、狙いたい水深のところまで出してから、このような感じですね。はい、ヒット。はい、順調、素晴らしい。多分ね、際にね、こういっぱいカサゴちゃんついてるんですね。連発です。面白いじゃないか、楽しい。このね、ヒップがね、まあ、こう持たれてたのがツンってこう、ツンってこう入る、気持ちいいんです、これ。これがね、際の釣りです。際を狙うか、まあ沖のボトムを狙うかみたいなね、そういうところになってくると思います。またちょっとやってみましょう。多分何匹かくっついてると思うんで、これにね、メバルとかが混じってくれればまた楽しいんですけどね。ちょっと そしたらね、またちょっとね、移動しましょう。移動してね、今度この辺もやってみましょう。はい、スル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 、ほんと短い距離でもいいです。よし、いったー。やっち、壁にいっぱいこういう子たちがついてるんですね。まあちょっとね、リリース前提の釣りになりますが、遊ばしてもらっております。当たり頻発です。よいしょ、いるな、いるじゃないですか。そしたらまたこの辺やってみますか。狭いところもね、狙えるんです。なので投げなくていいんで、こうやって落としてからの、ある程度出してからのカーブフォール。よいしょ、あ、れ当たるね。おもろい。よくこうね、あの磯目とかつけてこうヘチやるののワンバージョンと思ってもらえれば、ティップがすごくいいんで、そのティップがこうパーンと当たってこう触れることで、こう手元に当たりはね、出ます。当たりはよく出ます。まあ、これが際だとしますとね、こう
こういうところにベイタンがいればこうやってできたりとか、メバルなんかこうやってくるんですが、結局そういう動きをしないので、こうついてるところにこうカーブフォールでくると、壁沿いをこう来てパッとこう食べるような感じのイメージですね。これ今ね、その 0.25、3ポンドの組み合わせでやってますけど、ここはまあまあプレッシャーが高いところなんで、そういうのでやってますが、例えばね、もっと大きいこうカサゴのいいのが出るとか、東北の方とかのこのソイとかメバルがいるようなポイントでは、P の06に8ポンドとかでやってもらった方が安心かもしれないですね。意外とね、際って盲点で大きい魚がいるんですよ。皆さん油断してますが、本当にね、際はね、気をつけた方がいいと思います。よいしょ、なんか食ったぞ。ロコサンタイ、カサゴやっぱ際当たる。はい、際をね、こう自分が思うところ点々点々ってやってきました。で、港のね、まあ本当に小規模な港ですけど、奥の方にね、ちょっと少し一回り大きくなってもいましたね。でもね、こういうところでも、ね、25センチオーバー尺に迫るやついるんでね、油断大敵です。でもね、当たりは多いです。乗らない当たりもあるし、こうやってね、しっかり乗ってくる当たりもあって面白いですよ。あ、これはね、ルアーはね、 TG ファインヘッドの 1.6g にソアレモモ味ですね。まあ一番ベーシックで楽しめます。ありがとう。はい、こうやって際はね、際の釣りはね、本当にその際をカーブホールしてる時もそうですけど、その際とボトムの境のところに近づくと、そこにいた魚が食ってくるんで、意外とね、本当にじっくりじっくり細かく狙うっていうのも手ですね。でこういう本当に風が強いような状況の時でもね、釣りできますからね。皆さん意外とヘチ盲点ですよ。またじゃあちょっとこの辺を狙わせていただきます。すいません、ごめんなさい。はい、ちゃんとスッと。さあどうだ、下げ潮が効いてきて、また潮の流れの当たり方が変わったから、よいしょ、おお、おしい、クククククって粘るっぽい当たりだったけどな。今肩小さいのかな、食い込みがあれなのか。よっ、当たった当たった当たったけど、やっぱこの子だ。当たった、ありがとう。ちょっとこう潮の動きがいいところはありますね、魚がね。また大きくなっても遊んでもらいましょう。こんばんは。はい、意外とね、このヘチの釣りのね、面白いところは、意外とね、皆さんね、やりだすとね、イメージしやすいんです。オープンウォーターってね、こう結構ね、こう、まあ、縦のレンジだったりとか、こう投げる方向とか考えるんですけど、この際の釣りはね、結構イメージしやすいんですよ。その際っていうね、明確な指標がありますから、それに対して、まあ、カーブホールだったり、まあ、横に釣ったりね、そういう風な感じで、意外とね、あの際の釣りを交えるとね、そのオープンウォーターの釣りもね、こう想像して狙いやすくなりますからね。今まで TG ファインヘッドの 1.6g に、ソアレモモ味のね、オレンジグロ使ってたんですけど、今度はね、ちょっとね、掛け紙ですね。掛け紙仕様のカップリングシルバーラメ 1g ですね。これはちょっと軽いところで、またちょっと際を狙っていきたいと思います。ショートバイトでもね、この掛け紙拾ってくれます。で、今日みたいな釣りではね、意外と岩礁地帯でもね、縦に攻めるんで、根がかり少ないんで、ちょっとこれでね、狙ってみたいと思います。当たりの出方が変わってくると思います。だいぶ潮がね、下げてきて流れが出だしました。ちょっと魚の動きも変わるかなっていうところ、だいぶ月が高くなってプレッシャーはね、入ってくるとは思うんですけど、シルバーにしてから触りません。
これはシルバーにしたから触らないのか、潮が下げてきたから触らないのか、わからない。うん、見事に触らない。潮なのかあれなのか。これでちょっとまた変えてみましょうか。今オレンジからよいしょよいしょ、なんか真剣になってきちゃったな。いつも真剣なんですけどね。よいしょ、なんかねこれねすごくね、これ重りも軽くなったんで、こうカーブホールとか綺麗にかゆっくりになったはずなんです。でも乗らないんで、ちょい目立ちオレンジからナチュラルなシルバーのラメに変えて当たりません。また今度は反対側の派手なのをちょっと通してみましょう。それで当たんなければ魚が単純に潮の流れとかで食わなくなったっていうことなんですが、これでもし当たりが出ればまた違ったまあカラーのアピールだったりとかね。で今日ねもうセットしてきてあるのが TG ファインヘッドのモモ味さん 1.6g なんで、カーブホールのスピードはね速くなりますからね。チャートグロー、かなり目立ちます。これでまたちょっと際を攻めてみましょうか。これで魚の反応の出方が変われば、それをまた一つの答えですね。こういうののねトライアンドエラーの繰り返しです。ライトタックルゲームはルアーの手数がね用意できるので、いろいろこうやって変えられるのが面白いところです。どうしてもね渋い釣れないってなると、どっちともねナチュラル軽くっていう風に人間流れがちなんですけど、そこでねそれ誰でもやることなんで、そうやってみてダメだったらすぐこうまたね真逆のことやるってことですね。それでまた全然違った反応が出る時もあります。で全然違ったおーなんて君いたのっていうような魚が来たりねする場合もありますんで、ちょっとこのねチャートグローでやってみたいと思います。はい、またじゃあちょっと先端からまた少し際をスーよいしょ、あっよっ当たりました当たりました。やっぱ色やっぱ今日は目立った方がいいのかな。ミニカサゴ、はい正解。いいね、面白いね面白いわ、ありがとう。寒いから早く返してあげましょう。